夢を見た第2話お弁当箱を開いて一人で食べる仲のいい子同士机をくっつけているグループはワイワイ楽しそうだメイの好きなアイドルグループリングスターの帰りの話題も聞こえるその話私も知ってるえそれはガセでしょ違うってばメイはタコさんウィンナーを 箸で転がしながらその話に聞き耳を立てていたリングスターは5人組の男性アイドルグループ歌ってよし踊ってよしその中でもカイルは今一番勢いのあるスターである昼休みに幼なじみの美月がやってきたツキメイ久しぶり元気うんうん 今日のさああのねごめん今日行けなくなっちゃったえそうなの本当ごめんね今日クラスで合唱コンクールの練習を急にすることになっちゃってそれは仕方ないよせっかく久しぶりに一緒に帰って遊ぼうって約束だったのにごめんね美月は何回も謝って自分のクラスに戻っていった メイとミツキは家がお隣同士、家族ぐるみの付き合いをしている。ミツキはバスケットボールが得意で、メイと違ってとても社交的で友達も多い。同じ塾に通っているが勉強もできるミツキとは塾のクラスまで離れてしまった。玄関の鍵を開けて小さな声で、ただいまと言ってみた。小学生の頃から鍵っ子なので、今日ももちろん、 まだ家には誰もいない。な自分の部屋のベッドにカバンを投げ出しノートを開いてカイルの似顔絵を描く絵を描いている時間は心が一番満たされる食パンを調子としてそれをかじいながら雑誌をペラペラとめくるあこのカイルかっこいいなそう言いながらその笑顔を描いていくあっという間に塾に行く時間だ メイはやっと制服から私服に着替えて地区のカバンを持ち駅への道を歩いていくその時前からクラスメイトと楽しそうに帰ってくるミスキと出くわしたミスキは片手を上げてから両手で拝むようにごめんねと口を動かしたメイは曖昧に笑って手を振って別れる背中に 楽しそうな美月の笑い声を聞きながら塾への道を早足で急いだ。